電力供給不足は中国における様々な状況を変えました。オーストラリア産石炭への輸入禁止措置についても同様です。アナリストによると中共政府が1年前に非公式に輸入を禁止したオーストラリア産石炭が中国に供給され始めているといいます。船舶の売買やレンタルの仲介企業、ブレーマー ACM シップブローキングでドライカーゴ担当の首席アナリストを務めるニックリスティック氏は フィナンシャルタイムズに対し、金融以降、港湾の外で待機していたオーストラリアの貨物船が先月入港し、約45万トンの石炭が積み下ろされたと語っています。中国の電力供給不足は国内需要の急増と石炭価格が過去最高になったことに起因しています。エネルギーに関するコンサルティング企業、ウッドマッケン人ン社によると、オーストラリアはかつて毎月最大12メガトンの石炭を 中国に輸出していました。しかし昨年10月に中共政府が輸入を禁止した後、その数は事実上ゼロになりました。中国は通常1日あたり約1メガトンの石炭を輸入していました。そのため今回の陸揚げ許可による石炭約45万トンの輸入は中国における需要に大きな影響を与えることはないと推察されています。北京のあるトレーダーはロイター通信に対し、 電力供給不足は暖房シーズンの終わり頃の2月か3月まで続く可能性があると述べています。石炭の金融前は中国にとってオーストラリアはインドネシアに次ぐ2番目の石炭供給国でした。輸入されたオーストラリア石炭の60%は発電やセメント製造などの産業用、40%は鉄鋼製造用として利用されていました。他の主要サプライヤーによる輸出は 輸送問題や天候の影響で制限されています。ロイターの報道によると中国の石炭輸入量は1月から8月の間前年同期比で10%減少しました。しかし8月には国内の供給が逼迫したため輸入量が急増しました。これに伴い複数のサプライヤーから石炭価格の引き上げが行われましたが価格上昇は今後も続くものと思われます。NTD ジャパンが お伝えしました。